はい、今回は中里幸之助さんも使われている、はい、キャロウェイローグ、今大人気だよね、はい、そうですね、うん、やっぱ多いもん、人気だよね。それにちょっとネクステも入れてどうなるか、はい、これもちょっと僕の中では少し楽しみ、うん、全くこれも1回なら43か43ぐらいで、はい、打ってみたいと思います。もう一回きます。やっぱり真っ黒だと読まないんかな。でも全真っ黒ですか。いや多分キャラウェイは横に銀色レズン入ってるからじゃないですか。なんか銀色のやつがついてるからじゃなかったっけ、キャラウェイって。だから読まない。同じか。ちょっと出ちゃったか。でもめっちゃいい。ちょっと出ちゃったけどね。もう一回いきます。ちょっと出すぎです。いや、これはいいよ。いいうん。これは、何でも合いますね。合う。今、全部見てやってきたけど。嘘。今のめっちゃ良かった。ちょっと右か、でもまあ、これもちょっと LS を持ってきてもらおうかな。はい、10.5 の、はい、昨日、ミサさんが来たんですよ、DJI に。何人にお客さんを連れて、うん、で、あのウェッジを買いたいっていうので、うん、来て、フジオ君に試着してもらって、うん、いいやつ買えたみたいでしょ。いいじゃん、はい、オチがない。ロールに貼ろうかって言って、あそこで反応しないから。ナイス、貼ったらいいかなって。いや、このシャフとこれ低スピンのこうちょっとこうドロップ目になりやすい方が使ったらめちゃめちゃいいと思う。じゃあ次はLS MAX LS の方にしました。ここにシール貼ったのはちょっとこれ反応が鈍いからですね、はい、いや、これ反応するじゃん。いた、ナイスです。いや、このネクジェンのシャフトは多分難しいと言われるヘッドが、スピンがこうドンと落ちるようなヘッドが適正スピンまで持っててくれると思う。うん、これちょっと出ちゃった。ちょっとヘッドスピード出ちゃってるけど、これ今この数値あるじゃないですか、はい、この数値の感覚じゃ全然ないんですよね、振った感じは。振った感じはもう本当はフォヤモンと振ってるだけやもん。いや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 、本当にこれちょっと待ってよ、適当にこう
じゃん、はい、ちょっとじゃんっていうかこうそういう感じじゃないですか。それでこれどうや、うん、これちょっといい、すごい、私のおかげですから出るようになったのは。てんてんてん、いや、ちょっと久行くんもこれ打ってみて、多分、はい、あのストレス感じないですか。あ、測れるで、測れるから、うん。コブラのエベレスト、エベレスも作ってる、間違いない、これ。いや、コブラの LS にこれつけたらとんでもないこと出そうな気がするんだけどね。このシャフト、ええぞ。これいいですね。うん。これ LS です。いいよね。これ打ちやすいですね。めっちゃ久行くん完璧じゃん。完璧です。その使い方でいいじゃん。何で言おう。得たいの、本当に。何も変える。シャフトが合ってんだから、もうそのシャフトを。久行くんそのシャフトってさ、はい、どっちもいけるよね。軽く振ってもいいし、重ける振ってもいいし、はい、両方いきます。いや、これナイス、めっちゃいい、めっちゃいいじゃん。そのシャフトめっちゃ合ってんじゃん。これ軽く同じです、中身同じ。はい、今日多分結構電話したんですけど、会議中ですね。今日来る途中電話したんですけど、いや、久行くんこのシャフトいいよな。はい、これは買いです。ナイス、めっちゃいいよ。はい、ほらめっちゃいい。いや、完璧だ。シャフトめっちゃ合ってんじゃん。今回、まあこれに関してはキャロウェイとステルスに関してはロースピン、LS タイプの方も両方やったじゃないですか、はい、でピンも、まあ、もしかしたらやってよかったかもしれないんだけど、で今回これ3パターンやったじゃないですか、ピンとキャロウェイとステルス、うん、俺まだやりたいのいっぱいあるよ、だって、うん、コブラやってみたい、水野やってみたい、いやーこれ、うん、面白いですね。いや、このシャフト、いや確かに僕あのこのネクスジェンのノーマルで打ってるけど、このヘッドもどっちかっていうとスピンがある程度抑える感じのヘッドなのよ。でこれシャフトコード上げると少しドロップ気味になるから、ロフト寝かしたりしながらやるんだけど、いやこのシャフトちょっと本当皆さんこう今使ってるクラブがちょっとなんていうかな、こう手に負えないなとか、ね、難しいなとかドロップ気味になっちゃうなとかいう人は一回試しに使ってみてください。これぜひ、いや、めちゃくちゃいいと思います。使ってください。最高に、はい、もう最高にいいですね、うん、めっちゃ良かったですね。いや久しぶりましたよ、あんな人の顔。いや、なんか、うん、いや、こんな感じでステルスとか打てなかったもん、うんうん、フェイスに乗る感じもあるし、しっかりでも検証で、ね、このシャフトの検証もありですね。そう、検証のラウンド検証というラウンドの検証はありですよね、うん、からクラブの検証とラウンドの、そう、今この中でやったから、あとこれコース持ってって、はい、一回フグもやってもらいたいね、はい、やりたいね、これね、一回やりましょう、フグ君と、うん、そうこの辺持ってって、休みあるよね、はい、この代わりで、ね、うん、本当、はい、ほんなら行きましょう、はい、お願いします、やりましょうということで、はい、ぜひとも皆さんこのネクスジェンのシャフト EIF シャフトワンフレックス、これ本当にねこう使ってもらえれば分かると思うし、柔らかいんですけどしっかりきますんで、うん、大丈夫、もう全然大丈夫だと思いますんで、ぜひとも一度こうね最新のモデルで少し悩んでる方は一回試しに、カチャカチャですからね、要は、うん、別にノーマルの自分のシャフトを残したまんま作れますからね。もうスリーブも売ってますんでね、はい、ぜひとも一度お試しください。はい、はい、チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知もお願いします。